モンゴル・ウランバートル近くで行われたナアダムにて、ブフトはモンゴルに古来より伝わる伝統的な立ち技・組技系格闘技である。その起源は、起源前3世紀頃とされ、馬を速く走らせること、力強く組み合うこと、弓を射ることが、人々の間に広まりこの三種木を力で競い合うことから派生してきたとされる。また宗教的な奉納儀式として、 さらに軍事訓練的な要素も持っていたと言われる。日本では相撲と似ているということでモンゴル相撲、または猛虎相撲と言われている。モンゴル国では年に一度の民族の祭典である国家、ナーダムが1921年からあり、その催し物の一つとして武婦が行われている。うちモンゴルでは1948年から始まり、 1978年から近代スポーツ化を図るためにルールの改革が進み、1999年には賞金制度が導入された。一方、モンゴル国でも1997年にはブフリーグが発足、有力企業によるクラブが急増、商業化が進みつつある。審議的な儀式を残しつつもプロスポーツ化され、この点は日本の大相撲に類似している。 また、日本でいう力士のことを、モンゴルでは、不テと呼ぶ。部符は、大きく二つに分類できる。一つは、モンゴル国で実施されている、ハルハ部符。もう一つは、中国、内モンゴル自治区で実施されている、ウジムチン部符である。これらには、ルールや、衣装や称号に、違いがある。朝サシ名徳ートクの兄、スミヤバザルや、シロ、ホウショウの父ンフバとは、 ハルハーブフであり、代々木公園で、毎年開催される、ブフの大会に参加している、倉庫くらい栄吉は、ウジュムチンブフの潮流である。なおに大潮流以外にも次の通り実際には、いくつもの形態、系列に細分化される。2009年から、中国、ロシアからのモンゴル系民族も参加した、全モンゴル民族、ブフトーナメントが開かれており、第1回は、 モンゴル国のウランバートル、第2回は中国のシリンホトシ、第3回はロシアのブリアート共和国、第4回はロシアのトゥバ共和国、第5回もモンゴル国のウランバートルで開かれている。ウジュムチンブフ、編集近年では一組の取り組みに一人のひゃな口がつくようになった。以前は一人のひゃな口が同時に何組もの取り組みの審判を務めていた。 足の裏以外の部分が先に地面についたら負けとなる。手で下半身に技をかけることは認められないが、足で足に技をかけることが基本である。柔道のように組手争いから始めるが、取り組みの過程で特っ組み合うことは可能である。レスリングのグレコローマンスタイルと類似している。明確な番付はないが、長年安定した成績を残したり、128名の トーナメントで3回優勝すれば、ジャンガーという黒以外の色の入った首飾りがつけられる。ジャンガーを持つ力士の中で特別に強い力士は、引退式を行い、自分のジャンガーを次世代の有望の力士に譲り渡す、習慣は今でも引き継がれている。1984年からは、女子の部符も行われている。春ハ部フ編集取り組みをする力士には、それぞれ一人ずつ、 ザソールがつく。ザソールは取り組み中に自分が付き添う力士にアドバイスをすることができるので、ボクシングのセコンドのような存在であるが、相撲でいう行事役も務める。肘、膝、頭、背中、お尻いずれかが先に地面についたら負けとなる。日本の相撲とは異なり、手のひらが地面についても負けにはならない。また土俵がないので押し出しや釣り出しといった技はないが、 足取りは認められているので足を掴んでのダイナミックな投げ技が多く見られる。年1回の国家、ナーダムで512名のトーナメントが行われ、上位16位以内の力士には、ツルが授与される。それは次の通りである。ナチン16位、ハルツが8位、ザーン4位、ガルディニー・アルスラン1位、アバラガ・アルスラン称号の力士が再度優勝だらい、アバラガ・アバラガが再度優勝。 ダイアン・アバラガ・ダラ・ヤバラガが、再度優勝・ダルハン・アバラガ、ダイアン・アバラガが、再度優勝禁じては10種類で、缶抜きで腕を極めるガルフシフは腕が縦に折れるという意味の荒技である。ウジュムチンブフゾドクと、ゴダル、鳥口のほか、ジャンガーという首飾りをつける。これは土地神を祀るもので、女性は触ることができない。下半身への攻撃が認められていないためバンジルという、 ひだの多く入ったラクダの前足のようなズボンと、東方という膝当てを着用する。ふてチは、リンショック賞すり足で入場、アルスラン・ギン・ェラルトという飛躍により、ジャンガーが、縦紙のように見えししと種ラクダの合体のイメージを、舞う。ハルハブフジャンジン・マルガイ、ゾドク、ラクダの後ろ足のような承諾、グダルといった、民族衣装をまとう。ザソールが挑戦のツオルを唱え、ブフは、 獅子の体をした高のイメージで羽ばたきしながら入場し二回、に方向に舞い降りる所作。シャバーに寄り高と種クだの合体を示し、一礼して太ももを叩き終わる。取り組み前に帽子をザ・ソウルに預け試合後にまたかぶる。主なアバルが、編集子ジグジルムンフーバと横綱、白宝章の父親。レスリングで1964年の東京五輪から後、大会連続で、 オリンピックに出場して1968年のメキシコ五輪では銀メダルに輝き、モンゴル国に初のオリンピックメダルをもたらした国家的英雄である。1963年、1964年の国家ナーダムで2年連続優勝を果たすとともに、通算6度の優勝に輝くなどを大相撲に例えると一代、年寄りクラスのアバルガである。 2018年4月9日死去。76歳坊ツバドマンヤンブーバドエルダ2 1988年、1989年、1990年の国家ナーダムで3年連続優勝を果たしたヤン・アバルガの称号が贈られる。また1992年から1999年まで国家ナーダム8連覇を達成して通算12度の優勝を飾り、 20世紀を代表するブフ力士である。また2004年からモンゴル人民党の国家大会議議員でもあり、政治家なので稽古をほとんどしていないにもかかわらず2006年のブフ大会、ザガランサルで優勝するなど、その力量は建設している。サンボでも優勝経験があり、柔道でもオリンピック出場、世界相撲選手権大会でも優勝している。 これらの格闘技大会出場のため幾度となく来日している。2013年モンゴル大統領選挙では、サヒアギーニ・エルベグドルジの対抗馬候補であった。バドエルデン、バドエルデネとも表記される。ドルゴルス・レンスミヤ・バザル横綱、ズナ、朝ョウ名ュの長兄で、レスリングでオリンピックの代表歴を持ち、2003年に日本で総合格闘技デビューした。 1998年、1999年の国家、ナーダムで2年連続準優勝。2006年の国家、ナーダムで初優勝して、本来ならば、アルスランが送られるところ熱狂的な監修の声に応える形で、エンフバイアル大統領から初優勝で、アバルガが特別授与された。主な投げ技ウズムチン、ブフハルハブフハット ABC 石浦2017。 pp 7879バーボールドーブフーー外説モンゴルブフクラブ2011年10月7日閲覧 abc 石浦二千十2017 p80 オールエスニックマングルズレスリングトーナメント 2b ヘルドアブポスト http コロンスラッシュスラッシュ ubpost.mongolnews.mn スラッシュ t=15792016 年6月3日、閲覧。モンゴリアンレスリングコンピティションス、オールエスニックモンゴルレスリングトーナメント。リクイサーチ、http コロンスラッシュスラッシュ www.liqusearch.com スラッシュ。モンゴリアンレスリングコンピティションス、オールエスニックモンゴルレスリングトーナメント2016年6月3日。 閲覧石浦二千十七 PP 八十八十一石浦二千十七 PP 八十一八十二 MP バットエトヌイルランインザプレジデンシャルイレクションレプリゼンティングモンゴリアンピープルズパーティー www.infomongolia.com メイ六二千十三ありがとうございます。